ミシェル・ラボーン・ロビンソン・オバマは、アメリカ合衆国の法律家。イリノイ州シカゴ出身。第44代アメリカ合衆国大統領、バラク・オバマの妻で、アメリカ合衆国史上初のアフリカ系アメリカ人の、ファーストレディである。身長5フィート11インチ。ミシェル・オバマは、アメリカ合衆国シカゴのサウスサイド地区で生まれ、同地で育った。 クリンストン大学及びハーバードロースクールを卒業。学業を終了すると、シカゴに戻りシドリーオースティン法律事務所に弁護士として勤務した。その後シカゴ市長リチャード・エム・デイリーのスタッフの一員として働き、さらにシカゴ大学病院で地域外務担当副委員長などを歴任した。彼女はオレゴン州立大学の男子バスケットボールチームの コーチのクレーグ・ロビンソンの妹にあたる。バラク・オバマとは、彼が、シドリー・オースティン法律事務所に勤めた時に出会い、1992年に、結婚した。バラク・オバマが、上院議員に選出された後も、オバマ家は首都へ移動せず、シカゴのサウスサイド地区での居住を継続していた。2009年1月19日、夫のバラクの、第44代。 アメリカ合衆国大統領就任により、ワシントン DC のホワイトハウスに転居した。ミシェル・ロビンソンは1964年1月17日に、イリノイ州シカゴにて、シカゴ市水道局職員で、民主党の選挙区幹事であるフレーザー・ロビンソン3世と、シュピーゲル・カタログストア社の秘書のマリアニ・シールズ・ロビンソンとの間に誕生した。 彼女の家系は少なくとも南北戦争以前のアメリカ南部のアフリカ系、アメリカ人にまで遡ることができる。彼女の父方の高祖父、ジム・ロビンソンはサウスカロライナ州の黒人奴隷であり、ジム・ロビンソンの息子と結婚した女性は、ローザイン公園といい、ユダヤ系の姓を名乗っているので、ジョージタウンに入植したユダヤ系家族に仕えた奴隷女性と、 ドレーの間にできた子供の末裔である可能性が高いようである。サウスカロライナには彼女の親戚が今もいる。彼女はシカゴのサウスショア地区で育ちアメリカの伝統的な父母家庭で育てられた。ロビンソン家ではオートミールが食され一緒にモノポリーのようなゲームに興じたり読書をすることが一家の楽しみであった。彼女と兄のクレイグは に可燃飛び級をした。6年までにミシェルは、ブライアン・マウア小学校の優秀クラスに在籍していた。その後、シカゴで、最初のマグネットハイスクールである、ホイットニー・ヤングハイスクールに在籍し、4年間成績優秀者として、飛び級クラスに在籍していた。全国優等生協会のメンバーであり、学生会議の会計を務めていた。彼女は、 サンティナ・ジャクソンの高校時代の同級生であった。サンティナはジェシー・ジャクソンの娘でありジェシー・ジャクソン・ジュニアの兄弟である。彼女は1981年に高校を卒業後、プリンストン大学に入学。社会学を専攻し、アフリカ系アメリカ人研究を副専攻にした。1985年に優等の成績で卒業し、学士の学位を得た。 プリンストン大学では彼女はフランス語のための教育方法論に取り組んだ。彼女はフランス語の教育方法論はもっと会話重視的なものであるべきだと感じていた。卒業論文の題名はプリンストンにおける教育を受けた黒人と黒人コミュニティであった。1988年、彼女はハーバード法科大学院でホーム博士号を獲得した。ハーバード在学中、 彼女はマイノリティに属する教授の雇用を求める政治、デモに参加したことがある。夫バラクとミシェル・オバマ・ミシェルとバラクが出会ったのは、二人が勤めた法律事務所に黒人がほとんどいない時期であった。そして、バラクが下記学生インターンとして事務所で働いた時、彼女は彼のメンターに割り当てられた。二人の関係はビジネスランチから始まり、 その後のコミュニティ組織のミーティングの席でバラクは、初めて彼女に対して強い印象を持った。二人の最初のデートでは、スパイクリー監督の映画、ドゥ、right ・ザ・ライト・シングを見に行った。1992年に二人は結婚し、長女マリアンとサーシャの愛称で知られる、ナターシャの次女を設ける。2008年アメリカ合衆国大統領選挙での、夫の選挙活動の間、 彼女は二人の娘のために一晩中家に帰らないのは週に1日のみ、選挙運動は一週間に2日のみで、二日目の夜には家に帰るという約束をした。公式な報告によれば、両人の夫婦関係には満ち引きがあった。バラクは二人の初めてのキスはチョコレートの味がしたと回想した。しかし、家庭を巻き込むことと政治キャリアの開始の問題は、 仕事と家庭の両立について、しばしば夫婦間で、口論の種となった。事実、彼は2冊目の著書、合衆国再生、大いなる希望を抱いてにおいて、疲れたし、ストレスを感じた。話し合う時間も、ほとんど持つことができず、ロマンスなんて、なおさらだったと述べている。しかし、家族の義務や仕事が大変であるにもかかわらず、夫婦は、 デートのための夜の時間を作る努力を続けた。2006年10月3日のオプラ・ウィンフリー賞によれば、仕事と家族との間の矛盾に加えて、ミシェルは政治的スーパースターと結婚しているセレブリティの事柄も取り扱っている。彼女が初めてのキャリアの移動を考えている時、当時フィアンセだったバラクに対して、彼女の将来の上司となるバレリー・ジャレットに一度会う。 ことを求めたことがあった。ジャレットは、バラクの側近の一人である大統領選挙書記、ミシェルは、夫のためのアドバイザーとして、姿を現さなかった。事実、彼女はインタビューでは、私の仕事は、上級顧問ではない、と発言していた。オバマ家の二人の娘は、私立校のシカゴ大学実験学校に通っていたが、ホワイトハウスへの転居に伴い、 ワシントンの指導エルフレンズスクールに転校している。2008年のエレンの部屋のシーズンプレミアでのインタビューによれば、二人はこれ以上子供を持つつもりはないという。二人は過去のファーストレディであるローラ・ブッシュ、ロザリン・カーター、ヒラリー・クリントンからホワイトハウスでの子育てについてアドバイスを受けた。子育てを手助けするためマリアン・ロビンソンが ホワイトハウス入りする予定である。黒人奴隷をルーツのミシェルがファーストレディになったことで多くが奴隷をルーツに持つアフリカ系アメリカ人からは親近感を持たれているようであり、改めて自身のルーツを見直し始める黒人が増え影響がある。2009年のサミット終了後には夫婦とももガーナに訪問した。 サンデータイムズ市によると、ギニア湾に面するガーナの港町にある、ケープコースト城を見学した際にミシェルは涙をこらえ、娘たちと一緒に、この海辺の城の薄暗い細い階段を降り、暗い牢獄へと降りていったようである。地元の人たちはミシェルを、シーズワンオブアスと大歓迎し、地域の伝統的な族長たちはミシェルを、ケープコーストの女王と命名したそうである。 法科大学院卒業後、シドリー・オースティン法律事務所で弁護士として勤務し、そこで将来の夫、バラクと初めて出会った。事務所では、マーケティングと知的財産を扱った。その後、シカゴ市役所で、シカゴ市長のアシスタントとして、公共職に就き、企画開発部門の副委員長として働いた。1993年、 若者が非営利のグループや公的機関で社会的課題に取り組むことを支援する非営利組織パブリックエイリーズのシカゴ支局事務局長に就任。彼女はそこで4年間近く勤務し同組織において過去最高額のファンドレージング記録を打ち立てた。この記録は彼女が職を去った後12年経った今日でも破られていない。1996年、ミシェルは シカゴ大学で学生サービス部の副部長として働き、大学のコミュニティサービスセンターを設立した。2002年より、シカゴ大学病院の地域部門部長、2005年5月から地域外務担当副委員長を歴任。夫の最初の選挙運動の際には彼女はその職に留まっていたが、その後は、夫の選挙運動に加えて、子育てのための時間を割くために、 パート勤務となり、結果的に休職することとなった。ミシェルはウォルマートへの大手の納入業者、トリハウスフーズ、インクの社外取締役だったが、2007年3月、AFL-CIO フォーラムで夫がウォルマートに対する批判的なコメントをした後は、その関係を解消している。シカゴ国際関係会議理事。 オバマ夫妻の2006年度の納税申告によると、ミシェルの収入は、シカゴ大学病院から給与が273,618ドル、トリハウスインクの役員報酬が51,200ドルで、これに当時上院議員だった夫の歳費157,082ドルと、その著書からの印税、そして投資益などを加えた、 同年のオバマ夫妻の総収入99万1296ドルだった。夫が国の著名な政治家になるにつれて彼女は大衆文化の一部へとなっていった。2006年3月のエッセンス誌では彼女は世界で最も人々を元気づける女性25人の一人に選出された。2007年7月、バニティフェア氏は彼女を 世界のベストドレッサー10人の一人に選んだ。オプラ・ウィンフリーのレジェンズボールにおいて、アフリカ系アメリカ人女性の道を開く手助けをする、レジェンズに貢献した若者として名誉ある、ゲスト出演をしている。2007年9月、02138氏は、彼女を、夫が4度ランクされたことがある、第58回の、ハーバードの100人ザ・ハーバード100に選出した。このリストは、 前年度に最も影響力のあったハーバード卒業生をランキングするものである。2008年7月、ベイティ・フェア氏で再び国際的なベストドレッサーのリストに選ばれた。また、2008年にはピープル氏にてベストドレッサーリストに選ばれ、伝統的で自信に満ちた容姿であると称賛された。彼女を その洗練されているがされすぎでないスタイルから、ジャクリーン・ケネディと比較するメディアもあり、またニューヨーク・タイムズなどのメディアでは彼女を、ファッションセンスからだけでなく、貧困からも、バーバラ・ブッシュと比較されている。彼女のファッションセンスは、一般的に2008年の大統領選挙において、シンディ・マ・ケインや、サラ・ペイリンのそれよりも多くの票を獲得している。ミシェルの一連の資質は、 ファーストレディの役割に適切であることを予見させるのである。しばしば彼女は、カルバンクライン、オスカーデラ、レンタ、イザベルトレド、ナルシソロドリゲス、ドんナリコ、マリア・ピントといったデザイナーの服を着用している。ミシェルが、プリンストン大学在学中、活動的なアルファーカッパーアルファーの学生部会は、なかった。 2006年7月、ミシェルは100年の歴史を持つ黒人の女子学生クラブの名誉会員となった。夫のためのキャンペーンニューハンプシャー州、プリマスのオバマのキャンペーンイベントでスピーチをする、ミシェルユーゼーと選挙資金集めによって、夫、バラクの政治キャリアの初期から、ミシェルは、夫の片腕として、キャンペーンをしてきたが、彼女は、初期は、そのような活動を面白がらなかった。 会員のためのオバマの2000年の活動の間、彼女のシカゴ大学の上司が彼女に、キャンペーンに関して彼女自身が楽しんでいるものがあるか、どうか聞いたところ、ミシェルはしばし考えた後、たくさんのリビングルームを訪ねることで、いくつか、室内装飾のアイデアをもらっていると返答した。2007年の5月、夫が大統領選挙出馬を宣言した3ヶ月後、彼女は、 自身の専門的な職務を夫の大統領選挙のサポートのために80%まで削減した。選挙活動の始めは彼女は遊説を週に2日のみ外泊は2人の娘が同行できる場合のみに限定していた。2008年の2月には8日間に33ものイベントに参加していた。彼女はオプラ・ウィンフリーと一緒に少なくとも2度の選挙活動に 現れている。2007年、ミシェルは、夫の大統領選挙活動のために合衆国の様々な場所で街頭演説をしていた。2007年、シカゴサンタイムズのジェニファー・ハンターは、アイオワ州の彼女に演説について以下の通り書いている。ミシェルは、夫の選挙活動についての、決然とした情熱を表現し、雄弁さと知性を持って、 心から直接に話す、しつけ役だった。彼女は、自身の政治的役割のためにエイズの、全女性スタッフを雇用した。彼女は、自分が、夫の活動の決定をサポートする代わりに、夫が禁煙する契約を交渉したという。彼女の夫の大統領選挙活動における役割について、彼女は、私の仕事は、シニアアドバイザーでないと発言した。 選挙活動の期間、彼女は一つの枠組みとして母親であることを用いて競争と教育を議論してきた。この年は彼女にとって初めての国の政治部隊での選挙年であり、民主党の大統領候補者が二人に絞られるまで最も無名の候補者の妻であった。選挙活動の初期、彼女は皮肉のこもったユーモアを示し、オバマ一家の生活の秘話を語っていた。 しかし、報道各社によって、彼女の皮肉が、その意味を解説されることなく強調され始めると、彼女のトークは、トーンダウンしていった。ニューヨークタイムズの社説にて、コラムニストのモーリーン・ダウドは、以下のように書き記している。ミシェル・オバマが夫、バラクを普通の人間として叱っているのを見たとき、私は、少し嫌な顔をしていた。それは、つまり、 私たちの中に彼を神様のように見るような思いがあるということだ。だが華やかだった JFK を自分でイングリッシュマフィンを通すとするような平凡なジェラルド・フォードに変えるようにバラク・オバマを貶めるのはあまりかしこいやり方ではないと思う。もしオバマ上院議員が作り出しているのがキャメロット的雰囲気だったとしてどうしてせっかくのその雰囲気を壊してしまうのか 2008年2月、TV ニュース番組で、ヒラリー・クリントンが民主党候補者に指名された、場合でも、ヒラリーをサポートするために活動できるかと尋ねられた、際に、ミシェルは、それについて考えなければならない、ヒラリーの政策や、その手法や傾向についてよく考える必要があると、答えた。だがインタビュアーに、当然のことではない、ということかと問われると、この党にいる。 誰もが候補者が誰であろうと必死に働くつもりでいると弁明した。2008年8月23日のオバマ夫妻、ジョー・バイデンとジル夫妻と共に。2008年の民主党候補者指名争いの間、ミシェルはヒラリー・クリントンを批判していたが、2004年にインタビューを受けた時、ミシェルは称賛する。政治家の妻は誰かと尋ねられて、ヒラリー・クリントンの名を挙げ、 彼女は賢く、上品で、公の場で見せる姿は、いつもなんとか、子供を真面目でしっかりとした人間に育てようと、しているように見えると答えている。2008年10月6日に放送された、ラリーキングライブで、ブラッドリー効果はもう過去のものであるかと尋ねられた時、ミシェルは、夫の指名候補戦での結果を見れば、ブラッドリー効果はもう過去のものだということがわかる、と述べている。 同日、ジョン・スチュアートのザ・デイリー・ショーに出演したミシェルは、夫やその政治キャンペーンへの批判を交わした。なおミシェルがザ・デイリー・ショーに初めて出演したのは、夫が3度出演してからのことである。翌週末ミシェルは、女性支援者から民主党全国委員会と大統領選挙戦の支援金を募るため、政治資金パーティーを開いている。ミシェルは、 働く女性からの指示も得ている。シークレットサービスがミシェルにつけたコードネームはルネッサンスである。人生で初めて愛国心を持ったとの発言への批判2008年10月フロリダ州ジャクソンビルで演説するミシェル2008年2月18日ウィスコンシン州ミルウォーキーでミシェルは大人になってからの人生で初めて自分の国のことを誇りに思います。 それはついに希望が戻ってきたからです。と発言した。その後同州マディソンでも同様に大人になってから初めて本当にこの国を誇りに思います。それはバラクがよくやったからではありません。人々がチェンジを求めていることが分かったからですと述べた。これに対しミシェルの発言を批判するコメンテーターが現れ、戦隊では ミシェルの発言を聞いた人なら誰でも、彼女は我々の政策について発言したものだとご理解いただけると思いますとの声明を発表した。2008年6月、ローラ・ブッシュはミシェル・オバマの発言はメディアで誤って伝えられたもので、私はミシェルは多分もっと誇りに思うと言いたかったのではないかと思いますと説明し、加えて私が言いたいのは、 これが学ばなければならないこと、つまり、大統領であること、また、大統領の妻であることの難しさの一つだということです。発言はすべてチェックされ、多くの場合、誤解されるのですと述べている。選挙戦中、メディアはミシェルに、怒れる、黒人女性とのレッテルを貼って報じることがあり、またこの見方を広めるようなウェブサイトもいくつかあったことから、 ミシェルは次のように発言している。バラクと私は何年も世間の目にさらされてきて、その間に面の皮も厚くなってきたんです。選挙戦に出れば、いつも批判の対象になります。私はそれを冷静に受け止め、その日の終わりには、それがつきものなんだと思えるようになったのです。メディア関係者によると、2008年8月の民主党全国大会までに、 選挙戦におけるミシェル・オバマの演説は、選挙戦冒頭に比べソフトになり、聴衆に挑戦を挑むような演説ではなく、支援を濃い共感を求めるようなスタイルに変わっていった。またニュース番組よりも、ザビューや、レディーズ・ホーム・ジャーナルのようなインタビュー番組に出演するようになった。こうした変化は、ミシェルのファッションにも見られ、以前のようなデザイナー仕立ての服に変わって、 サンドレスを着ることが多くなった。ザビューへの出演は、ミシェルのイメージをソフトにする意図もあったもので、メディアで広く報じられた。2008年民主党全国集会でのスピーチ2008年、民主党全国大会での、スピーチ民主党全国大会の聴衆二人の娘と、共に壇上に上がるミシェル演説を行う、ミシェル・ミシェル・オバマは、選挙戦当初からスピーチがうまく、 カリスマ性があるとの評価を得ていた。2008年8月25日の民主党全国大会では基調講演を行い、自身と家族がアメリカンドリームの体現者であることを表現しようと努めた。その夜の他の演説者にはジェシー・ジャクソン・ジュニア、エドワード・ケネディがおり、脚光を浴びると目されていた。 ミシェルはバラクを家庭的な男だとし、また自身も他の大勢の女性と何ら変わりはないと述べた。また、夫婦の蘇生、羊についても言及した上で、自分も夫も人生でこれだと思ったことに対し一生懸命に取り組むこと、約束は必ず守ること、これからやるといったことをやること、自分の知らない人、意見の合わない人に対しても、 尊厳と敬意を持って接することを信じてきた、と語った。また、以前人生で初めて国を誇りに思うと発言し、批判を受けたことがあったため、愛国心についても強調した。ミシェルの二人の娘もスピーチの御壇上に上がり、頭上のスクリーンに映し出された父を迎えた。ミシェルのスピーチは、幅広い聴衆に好評であった。世論調査会社、 ラスムスセンリポートによると、ミシェルの好感度は55%以上であった。政治評論家のアンドリュー・サリバンは、ミシェルのスピーチについて、党大会で、私が聞いた中でも、最高の、最も感動的で、親しげで、力強く、謙虚で、美しいスピーチだったと述べている。アメリカンプロスペクト氏のエズラクラインは、よく考えられた、素晴らしいスピーチだったとし、ミシェルを、 健全で、率直、家庭的な印象を与えたと評価した。一方で、ニューリパブリック氏のキャサリン・マーシュは、あの頃のミシェルが懐かしい。エリザベス・ハッセルベックのような、完璧な妻、ステップフォード・ワイフじゃなくて、バラクがジアンサーとか言ってる横で、朝は臭くて、バターを出したら出しっぱなしな男だってことを、教えてくれた。 小生意気な妻だった頃のミシェルが恋しい。ミシェルはバラクを支持しただけじゃなく、彼に人間味を与えてくれたと述べている。同じくニューリパブリック氏のジェイソン・ツェンゲールは、ミシェルは母親や娘や妹としてだけでなく、自身の仕事や学業での成果ももっと強調すべきだったと述べ、政治家の妻たちを見ることはできても話すのを聞くことが、 できなかった頃が懐かしく思えたほどだ。結局、本当に何でも話すことが許されないのなら、彼女たちに演説させることに何の意味があるのだろうと記事に記している。タイム氏は、党大会での一連のスピーチを、これまで連綿と続いてきたケネディ家の一族から、新たに民主党の旗頭となるべき、次世代の人物に、統治が引き継がれたかのようであった、としている。 フォックスニュースからの中小民主党予備選の勝利を祝うオバマ夫妻大統領予備選の終盤にあたる2008年6月頃フォックスニュースではオバマ夫妻を中傷する報道が相次ぎ物議を醸した2008年6月11日保守派コラムニストのミシェル・マルキンがバラク・オバマの妻は不当な批判の対象となっているかとのインタビューを受けた際画面に 怒れるリベラルたち、オバマのベイビーママをいじめるのはやめろ。アウトレージドリベラルズ、ストップピッキングオンオバマズベビーママとのテロップが流れ、問題となった。なお、ベイビーママは未婚の母を指す、抽象的表現であるが、オバマ夫妻は適法な婚姻関係にある。フォックスは後に、ポリティコ市場に、担当プロデューサーの誤った判断であったとの、謝罪声明を発表している。 また、フォックスネットワークの番組、アメリカズパルスでは、キャスターのイーディー・ヒルが、民主党予備選挙に勝利した、オバマ夫妻のフィストバンプを、テロリストのジャブ攻撃と揶揄した。この発言を受けてヒルは、同番組を下ろされ、同年8月になっても出演予定は組まれなかった。夫であるバラク・オバマの大統領就任に伴い、ミシェルは、ファーストレディとなった。 バラクの外遊に随伴したり、学校を慰問するなど、公的行事に関わることも多い。2009年4月1日には、イギリス女王エリザベス2世の招きにより、バッキンガム宮殿を訪れた。その際、プロトコル上触れることが許されていないにも関かかわらず、エリザベス2世の背中に手を回し体に触れたため、タイムズにより、儀礼的には誰も触れるべきでないと指摘された。また、 フランス大統領夫人カーラ・ブルーニと会談した際にミシェルがホワイトハウスは地獄だと発言した。この発言がカーラの著書によって明るみに出るとアメリカ国内からミシェルに対する強い批判が巻き起こった。他には本人役でテレビ番組アイコアリーに出演歴がある。ピューリサーチセンターの大統領夫人の支持率調査では ミシェル夫人の支持率は平均69%で政策や外交課題に口は出さず女子教育や職育などに限定した活動をしている母マリアンをホワイトハウスに招いて暮らしている親孝行な娘という印象が人気の背景にある2018年には自身の反省を描いたマイストーリーを出版した同書はアメリカにおける 同年のベストセラーとなった。2020年11月までには、全世界で1400万部、アメリカとカナダでは800万部を売り上げた。夫と共に、映像制作会社ハイグラウンドプロダクションズを創設し、辞書のマイストーリーに基づく映像作品など、ドキュメンタリー及びフィクション映像を制作してネットフリックスにより配信している。ありがとうございます。